はい、えー、こんにちはかぶくんです。今日もどんな話題があるのか楽しみですね。うん。まあ昨夜は結局雷鳴る予定だったんですけど鳴らなかったですね。うん。まあ空模様がちょっと怪しい感じなんで後で観察していこうかなと思うんですけどもね。はい。えっとというわけでエミリーさんからです。よろしくお願いします。ええー、小間は甘めの日本酒らしいです。あ、そうなんですね。 私もお酒飲まないのでよくわからないですがしょうまくんはねお酒は飲めますよあ、なるほどですねお酒を飲めるということですねうん。私も意外でしたがナウボイスで、えー、本田圭佑さんたちとお話ししているのを聞いていると大人の男社会にちゃんと馴染んで生きとるなと多分酒好きタイプではなく何かイベントやお付き合いがあるときにという感じかなと思いますが 弟のいつきく君も二十歳になったので一緒に楽しむことも増えそうですね。あなるほどですね。うん。そういえば、樹さんは誕生日の時二十歳の誕生日の時なんかね、お酒を飲んでましたよね。うん。はい。え、まく君、何年か前のトークイベントでお酒は飲みますかという質問に、家で一人で、えー、飲むことが多い。あまりお酒は好きじゃないと答えていました。あ そうなんですねあのソーシャルドリンカーかと思ったんですがそういうわけではなくてあの1人で飲むタイプなんですかね。うん、なんか1人酒ってなんかちょっと寂しい雰囲気もねあるかなと思うんですがお酒を飲んでこう泣いたりとかはない,ないでしょうかね。うんはいえー、大人になっったら、ね、あのもっと 年を取ったらそうなってくるのかなと思いますわかりませんけどもね男の付き合いとして、えー、そうだとしたら成長しておりますなということでございますねうん。エビリーさん、えー、オンラインの対談だしこんな時期だから一緒に飲んでどうこうというお話じゃなかったですが本田さんから皆さんそれぞれにワインが送られたらしく、えー、そのワインについて何やかんやとお兄さんたちに混じってお話ししていましたあそうなんですねうん 本田さんとワインってすごいなんか,なんか似合いますね。うん。なんかすごいなんか本当あの絵が出来上がりますね。宇野くんとワインはちょっとあんま絵がなんかあんまそうですね。うん。似合わない感じがあるかなと思うんですけど、えー、木更木24さん、ナウボイスで本田圭佑さんからワインをもらった話ありましたね。本田圭介さんののこだわりのワイン 米、えー、将軍さんは自分の YouTube 番組でそのワインを開けてましたよということですね。米、うん、将軍さんというのはお仲間さんでしょうかね。はい、エミリーさん、えー、それです。本田さんたち、スケートのこと私たち以上に知らないですよね。スケート選手世界選手権見てくれたかな皆さん、スケートの馬に引き込まれてほしい。そういえばか言ってましたよね。あのサッカーの本田さん。えっと フィギュアスケートの試合見るみたいな話。木更木二千四さんえ、皆さん、白学で、えっと、記憶力も確かで、尊敬しかありません。え広めだけど、浅く、年を重ねたら思い込みは激しくなり、え自分にお手上げですえ。こんな私でもお相手してくださる、エミリーさん、この先もよろしくお願いします。え本田圭佑さんのスケート、あまり知らない疑惑。 ゲームもお好きだから、スマブラプレイヤー、スマブラプレイヤーと一緒になりましょうよと言われたとき、えー、シュマくんちょっと困ったような受け答えをしたようにも思いました。あ、そうなんですね。うん。えー、シュマくんの腕前知ったらビビりますよね、えー。アイアンマンチャレンジ見たんですけど、9時間とか10時間もよく続きます。あ、そんなやってたんですね。うん。えー、根気もある。見てた私も、えー、根気ありますけど、あ、すごいですね。そんな。 アイアンマンチャレンジってこれゲームかなんかですかね。うん。いや、ほんとすごいとは思いますね。僕はあんまあ、ゲームはやんないんですけど、まあ、たまにぷよぷよとかやるくらいですかね。うん。はい。まあそういうなんか、なんかそのなんだろう、戦い系のゲームはちょっと苦手ですね。苦手というかね。うん、スマブラなんかかなり弱いんで、うん、なんか嫌な記憶が多かった気がします。はい。 えー、マスミンさんありがとうございます。カブ君お腹大事にしてくださいねということで。うん、あのだいぶね、良くなりましたけど、波はね、あるのがおかしいですね。か、う、ぶ、んえー、くんが思い出あ、思い出そうとしたのは、えー、ネスコのネッシーですね、うん。思い出しました。ネスコのネッシーですね。それですね。うん、そうそうそう、ネッシーだったんですね。なんかネッシーの未確認生物。うん、あ、そうそう、ドビシーは月の光、<laughs> そうですね。うん なんかドビッシーなのかなな、名前がなんか似てた感じがあったんでね。はい。えー、ネッシーでしたね。うん。あの、ネッシーって結局いる,いるんですから、あれね。うん。まあ、なんかよくわかりませんけどね。はい。えー、シルビア JP さんどうもです。えー、ネスコ、あ、ネッシー、ネスコに行った時のことを思い出しました。えー、残念ながらご本人にはお会いできませんでしたが、お土産店で小さなお人形さんはいました。あ、そうなんですね。ネッシーセレモニー えっと、フィグリンで検索すると出てくるような輪っかを並べたやつです。あ、そうなんですね。なるほど、ちょっと気になりますね。ネッシーセ,レミックセラミックフィグリンというやつみたいですね。うんえ。マスミンさん、今ちょうどお昼休みで見ました。なんかヘビみたいですね。ネッシーはいたかもしれないけど、さすがにもう亡くなっていると思います。 え先日、シルビア JP さんとトゥルーサワーについてやり取りをしたところに追記はしましたんで、見てくださいねということですね。うんはい、このメッシって本当にいたんですかね、うん、いたとしたらなんかね、まあちょっと不思議な生き物だなと思いますけど。うんはいえー、そして、木更津24さん、どうもです。えー、突然ですが株君 366花家紋っていうものがあるんですが知ってますかいやちょっと知らなかったですね。うんえー、生まれた月日に一つずつ花,花言葉が、えー、与ええー、と花言葉が当てられているものです。あそうなんですね。でもなんで366なんでしょうかね。365じゃなくて366っていうのは不思議ですね。うんえー 家紋、えっと、は月のわい、えっと、雪ボタンで花の名前は寒ボタンで、えー、冬ボタンということで,ですね意味は、えー、観,覧観覧かなということで大きな、えー、オーラを持ち他を圧倒する優雅な人キラキラ輝く宝石のような華やかな雰囲気を持った人芯が強く理想の自分に近づくために 努力を惜しまない、洗練された、えー、美しさで、えー、周囲の憧れの的ですあ。これは宇野くんのイメージということですね。うんえー、どうですか昌馬くんにぴったり当てはまりますよね。もうその通りですね。うん、あのこの中にあの友人に恵まれたっていうのがあればもっといい,い,いかなと思ったんですけどもね。うん、はい。 素晴らしかったから知ってほしかっただけなんですけど、えー、雑学すぎてすいません。なんかこういうのなんか面白いですね。うん。初めて知りました。なんかこれって聞いたことなかったんで、うん。365日かな。ってことは僕もあるんですかね、これね。うん。ちょっと気になるので調べてみたいと思います。なんかあのね、普通はこう、なんか正座とかね、そういったものはあると思うんですけど、これはそれとは違う感じですかね。うん。 はいえー、そしてあ、ちょっと補足しますということで花、花占いというものではないんですよ。花の門が、えー、お茶碗や湯飲み、コーヒーカップなん,なんかに描かれていて、えー、自分へのご褒美に大切な人への贈り物にどうですかという商品なんです。私はまだ買ったことないんですけど、大切な友達にペアのカップなどをいいなと見ております。えー、ょうまくんといつきくんにプレゼントもいいかも、はい、ということみたいですね。なんかお花に…あ 茶碗に書いてるんですね。うんでも360あでもそうかえー。その誕生日によってあれですね。あのー。変えるということですね。はい、うん、全てのあれ、ことが一つの確に書いてあるって訳じゃなくてえー、誕生日によって書いてあるっていうことですかね？はい。はいえー、そして島村城さんどうもです。えか、ー、さんおはようございますえー、安藤さんの話題が出ていて、4回転サルコーはどんなんだったかなと。 重い2002年のグランプリファイナルジュニアの YouTube で見ました。改めて見直すとラ・バヤデールのプログラム良かったですね。いやー素晴らしいですよね。うん。まあ、しかも、この時の4回転サルコーって、あの一番最初に飛んでるんじゃないんですよ。中盤に飛んでるんですよね。うん。だから、なんか、あのー、面白かったです。しかも、なんか解説者が、えー、体が温まって飛ぶことができるんでっておっしゃってましたよね。うん。4回転サルコーも素晴らしい出来。 懐かしい救済点。えー、その後、優勝した太田幸奈さんのトゥーランドットも続けてみましたが、素晴らしい出来。いや、美しかったですよね。もう彼女のレイバックスピンとか稲葉ウアーもう神経が行き届いてて美しいですね。な、う、ぜ、ん、か胸厚になる。これは三原さんのオーボエ、レビットさんの白鳥を見た時も同じで、きっと同じものが流れていて、私がフィギュアスケートが好きなのは、高難度のジャンプとかじゃなく、点数とかでは,ではなく、 えー、胸厚にしてくれる気持ちなんだなぁと再確認しました。その通りですね、うん。僕もどちらかだったらそういうタイプですよ。うん、あのなんか技術的なものというよりはなんか違ったそのオーラとかね、うんまあ、そういったものがやっぱりあのフィギュアスケートを見る上では大事かなってね、思いますので。うん、はい、まあ、懐かしいですね、太田幸那さんは。怪我の影響でちょっと、ねあのー 結局引退が早まっちゃいましたけどね。うん。はいえー、そして YM さんどうもです。おはようございます。えー、翔馬くんの飲酒の話がされていましたが、以前は結構飲んでいたみたいに。あ、そうなんですね。20歳過ぎくらいだったかな。すみのふえ、スミノフやえー、カシスウーロンだった,だったかな。なんかが好きって荒川さんのトーク番組でおっしゃっていました。ちょっと赤いお顔でバンケット写真を撮られたりしていましたね。 でも、その後だ、何時だったかな、えー、い,つだいつだったかな ?2、3年前、もうちょっと前だったかなちょっと飲んでみたけど、あまり強くないし、えー、好きではないと気づいたんで、えー、バンケートの乾杯なんか以外は、えー、飲まないことにしたとおっしゃっていました。まあ、中田さんたちともお付き合いはしてます、は、えー、しますよくらいだと思います。エミリーさんのおっしゃるように、えー、大人の社会のお付き合いですね。ただし、コロナ禍でそれも難しかったのかな 今後はアイスショーの打ち上げとかもやるようになるのでしょうか。これはお酒の話ではないですがさっきの中頃からスポーツドリンクを、えー、含む甘い飲み物もすべてやめて、えー、水とお茶,お茶だけにしたそうです。理由は何て言っ,た言っていた,たかなちょっと、えー、忘れちゃったんですがそしたら3日で3キロも痩せたそうです。えー、昨シーズン彼は、えーっと 昨シーズン彼、ぶん絞れたなって話題になっていましたが、これが大きかったみたいです。え大好きなミルクティーもやめたそうですよということで、ね、結構だから簡単に痩せれるタイプですね。うん。それだけで、ね、痩せれるって結構、なんか、ってことは逆に言うと、太りやすく痩せやすいっていうタイプですかね。うん。なんかそういう感じみたいです。すごい、すごい。なぜ、なぜね、そ,そうなったのかはちょっとわかりませんけど。 え草さんえ、私もトークイベントではお酒はあまり好きじゃないと言っていたのを見ました。大好きなミルクティーやめんでもいいのに、量を加減してください。レッドプルは飲みすぎだったんですもんね。あ、そうなんですね。うん。まあ、ちょっとほどほどにする必要があるかなっていう感じですよね。YM さん、そうですよね。えそのあたり、こう決めたら徹底的なのはしょうまくんらしいなと思いました。レッドプルは確かに高カロリー、カロリー高そうですね。 おばちゃんの経験からお酒はジュース以上に太ると思うので飲まないのは賢明だと思います。あなるほど、そういうことだったんですね。うん。お酒はジュース以上に太るということはなぜでしょうかねあのおつまみとか一緒に食べるかでしょうかねうん。はい。えー、レモンみかんさんありがとうございます、えー。今日も晴れました。で、えっ、ー、と、昨日羽生選手と月のコメントがあったかと思いますが。 えー、羽生選手が、えー、月で4回転アクセルジャンプをしている夢を見て朝早く目覚めました。というなんです、ね、ってことは僕のせいですかね。うんあのー、重力がなければ、ね、6回転アクセルを飛べるよみたいな話が出ましたけど夢で羽生選手は3 0メートルくらい飛んでいつまでも何十回転もしていました。羽生さんはキラキラ光って子供みたいに楽しそうでした。まあ、夢ですが 実際に月,月で飛んだら着地までどれほどの時間と距離か。まあ、これはね、あのー、今度、企画でやってほしいですね。うん。宇宙飛行士が。えー、っと、まあ、羽生選手にぜひね、宇宙のを勉強して宇宙飛行士になってほしいです。えー、っと、実際に月で飛んだら着地までどれほどの時間と距離か。でも、羽生選手なら軌道は計算通りに、えー、正確な場所に着地しそう。 えー、話は変わって15日の深夜横浜上空で謎,謎の無数の光が目撃されましたそうなんですねまたこれもスピリチュアル的なあれですかね速い速度で光が移動している映像と稲光が光ったら、えー、雲に覆われた大きな円盤状の楕円形の、えー、物体の映像ということみたいですねこれは何でしょうかあニスタンスタジアムでイベント前の照明リハーサルをしていたというか なんか腑に落ちない青ックの方角から日産スタジアムの方角へ無数の光が移動したんで、えー、そんな遠くまで照明は届くのかと思いました西映像かもしれませんがということですね、うん、まあ何かのスピリチュアルか何かのこう、えー、と前触れかなんかでしょうかね、うん、はいまあ昨日は UFO の話もね出ましたけどね、うんまあ、僕はそういう話結構好きだったりするんでね、うん はい、まあ再生すればあの中国中国で赤い砂になったっていう話出ましたけど、あれから特にね。なんか話は出てこま、あのな何が原因だったかって分かりませんね。うん。はい。えー、そしてえー、っとマイクバーク屋さんこんにちは。ありがとうございます。えー、関西弁難しいですか？どうもすんません。ご容赦ください。いや、あのね。うん 関西弁はね、もう全然できないですね。うんえー、関西生まれの関西育ちなもんで、愛知に来てから長いのに言葉だけは全然変わりません。家の中では標準語は関西弁なので、えー、愛知県生まれ、えー、育ちの娘も変な言葉になっています、えー。時々同級生から直されたそうです。おっちゃんとおっさんでは大きな違いがあります。まあ、確かにおっちゃんの方が なんか愛嬌がありますね。おっさんとかだとなんかあれですね。うん。あ、でもなんかあんまり、ああそうですね。おっちゃんの方がまだいいかなっていう感じがしますね。きっと、かおちゃんやまいちゃん、えー、りかちゃん、さっとんなら、えー、さっとんたちなら、えー、理解、ところど、えー、さっとんなら、えー、立ちどころに理解できると思います。あ、さっとんなら、えー、そういうことですね。うん。以前、全日本語の夜、えー、のスポーツ番組で、かおちゃん、りかちゃん、 えー、サットンの台乗りした3人が出演していましたが皆関西人で彼女らがインタビューで話す言葉はよそゆきの言葉です、えー、番組で司会の宮根さんが冒頭「なんで本番始まったら話し方変えるん,変えるんやさっきまで3人で関西弁でめちゃくちゃ話してたやんかなんて言われていますあそうなんですねってことは結構普通の会話の時はそういう感じなんでしょうかねうん。 とか三原さんが関西弁で話す姿とかちょっと気になりますね。あんまりこう見せてくれませんね。うん。紀平選手の関西弁をちょっと聞いたことありますよ、僕。うん。でも三原さんはないな。えー、え、ぶくのアパート、事故物件ってことはないですかうん、どうなんでしょうかね。多分その可能性あるんですよね。うん。事故物件でも、えー、心理的、これ、貸し、心理的貸し物件は、 えー、過去に自殺や殺人孤独死などの不審死があった場合を指します。一度オーナーに確認してみてはいかがですかあでもねそれねなんか言っちゃいけないらしいですよ。うん、なんかそういう決まりらしいです。なんかね、あのー、こっちでは前の人がどういう感じだったかってなんか、あのー、あんまりこう言わない方がいいっていう義務があるらしくて、うん、ちょっとあれですけど一度オーナーに確認して嫌が,がるかもしれませんけどね。 えそのよようなことががあれば引っ越しした方がいいですよ日本には自己物件検索サイトというものがあり見てみると本当にたくさんあります。何だっけな知ってます何か。あなんかあの大島なんとかっていう大島さんの自己物件ですよね。うん。あのなんか結構あるんですよね日本では。えー、部屋を借りるときはそのサイトを参考にしています。え UFO というか地球外線地球外生命体の存在は確率的にはあるんじゃないかと思います。 昔 HG ウイルスの宇宙センサという小説があり映画にはなっていましたが結末は宇宙人が免疫のない地球上のウイルスによってえ死んでしまうというものでしたね。あ、なるほど逆ですかね。うん。僕がそれより怖いのは小学生の衝突によるディープインパクト。ああ、確かに。うん。僕はこれちょっと聞いたことありますね。うん。まあディープインパクトが起きると、まあ結果的に氷河期になっちゃいますからね。うん。 地球規模の気候変動で生物の大量絶滅が発生し人類も生き延びられるかどうかですからね、まあ、その通りだと思いますよ、うん、まああのまあなんだろうその他のね、えー、銀河がこう衝突したりとかね、うん、そういったことがこうやっぱり必ず起きるんでね、うん、あのこれまでも起きてきましたから、まあ、それによってこうまあ、えー、氷河期になったりして、えー DNA がまた変わったりして結局に人類が生まれたかと思いますのでまあ次の小惑星の激突がね起きた時にはえ大丈夫なように対策をする必要があるかなと思いますうんまあ疑似地球とかを作ってね乗り出す必要があるかなとどっか違うところに攻めるようにしておく必要があるかなと思うんでうんはいまあこあのいずれにしてもねまあ太陽は膨張してますので えー、いつか地球は滅びるんですけどただまあそれは80億年後とか先になるんですけど、まあ、少なくとも34億年後あたりにはあの二酸化炭素がかなり減っていくんですね逆に、うんまあ、そうすると C4 植物がね、えー、死んじゃいますからね、うん、あのだから人類の生活とかあと大陸の、ね、大陸は一つになりますからね4億,年4億年後にはねだから そうなってくると大陸ルナが形成されますのでちょっといろいろこう,なんだろう,うんまあ人類は考えていかなければいけないかなとは思いますけどねえ政府広告でり流がコロナ防止啓発に出演していますよいい人生ですねえ反マスク反ワクチンの人でも見ると思いますよえ2人の笑顔を見るだけで元気になります ちょっとしておこうと思うんですが、あまりにも素敵なカップルなんで、ハッピーエンドな井上皆さんのような結末を妄想しています。そうですね。表情の上の、表情の上の、えっと、プロポーズなんて、ね、あったらいいなとちょっと思ったりしてます。うん。で、えっと、かなり以前ですが、ロシアのラジオノバがロシアを排除すると、有力選手が出てこないので、スポンサー離れが起きると言っていましたが、そんなことはありませんね。 だってよく見れば、ロシア企業の広告なんてほとんど見たことがありません。確かに。ないですよね。うん。あの、壁とかエネ、あのあの試合とかで壁にロシアの企業の広告ってないですよね。確かに。見たことないです。え大多数が日米韓物の、えー、企業の広告ばかりですもんね。確かに。言われてみれば、ロシアの広告ないですよね。うん。で、 えー、ロシア軍のトップの、えー、参謀総長の姿が最近見えないそうです。えー、プーチンのおっさんの怒りに触れて、相、え、関、ー、相鉄かなあ、えー、いいのかなされたのかな、えー、前線視察に行って、負傷入院しているという説が流れています。えー、前線部隊に、前線の指揮を、えー、取る、対策ラスの、えー、作戦までプーチンのおっさんが命令を出しているそうです。 え元スパイで軍事知識もないのにね、帝政ロシア最後の、えー、皇帝と同じ道を、えー、踏んでいますよ。ってことは結構やばいですね。うん、まあ、最終的にこれどうなっちゃうのかって、ね、わかりませんけどね、うん。えー、今月、米国バイデン大統領が日韓両国を訪問予定ですが、えー、それに合わせて、えー、っと、ちょっと待ってください。はい。えー、それに合わせて、えー、っと、あれそれに合わせて、 えと日韓両国訪を設けて、それに合ましてえ、北朝鮮が核実験え、ミサイル実験の兆候があるようです。え先にコロナ対策を染会ということですけどもね、うんまあ、このコロナ感染についても、なんかちょっとどこまで正確なのかっていうのは怪しいですけどもね、北朝鮮の実態が。す、う、べ、んまあ、ての発言がちょっとなんか、ね、情報を操作している感じもあるので、もう何が正しいかっていうのはちょっと分かんないですね。うん、で え韓国はバイデン大統領が日本より先に韓国を訪問するということで、なぜか勝ったような論調ですがえ、先に韓国に言いたいことがあるんじゃないかと思います。いつも変なところで競争されて困りますね。気になるんですけど、まあ、あのバイデンって結構韓国よりというか、日本にはあんまり、日本のことあんまりお好きじゃないのかなっていう感じはね、僕はちょっとしますね。うん、日本を訪れてもいいのかなって思うんですけどもね。 はいえー、コロナ給付金、猫ばばした犯人の写真がテレビで出ていましたが、見るからにいい加減そうなお兄ちゃんでした。役所もアホですけどね、関西人はよくアホを使いますが、決して抽象をしたりするものではなく、一種の習慣、口癖みたいなものですから、気にしないでくださいね。逆に関西人はバカと言われると怒りました。 えそして、北浦24さん、どうもです。は、え、じ、ー、めまして、私は、現在は愛知にお住まいなんですね。同じ県民として新企業が湧いて、ずる,るしく変身してしまいました。よろしくお願いします。事、え、故、ー、物件の話、怖いですよね。主人の知り合いが、引っ越した先の部屋が、まさに事故物件、周りの人たちは、ググって知ってるんだけど、引っ越した本人だけは、えー、知らないという、あまりに気にしない,らしい,気にしない人らしいですが、 えー、ステラヌガ仏怖いといととうことです、ねうん、まあ逆にね、事故物件だからテンション上がるっていう人もいますよ。うんまあ、あえて事故物件に引っ越すっていうね、人を聞いたことあるんでね、うん。まあでもなんか結構その、ね、事故物件とかに住むとなんか本当にね、えー、ポルターガイストポルターガイスト現象とか起きるらしいんで。うん 僕はポルターガイスト現象は見たことないんですけど、なんか結構そういうのもね、経験してる人いるらしいですよ。うん。はい。えー、そして、えー、ゆうなやさんどうもです。えー、かぶさん今日は暑いです。えー、ヨーロッパとかでまた新しいサル、サル痘っていうのが、サル痘っていう病気が流行ってるらしいです。えー、かぶさんも気をつけてください。あ、そうなんですか。なるほど。ちょっとこれ調べてみますね、今。 初めて聞く名前ですねサル痘はサル痘ウイルスによる感染症です、えー。実験動物として採集されたサルの一部が感染して発症していたことが最初の発見契機であったため、サル痘と呼ばれていますが、本来のウイルス保有動物は、土着のリスやネズミなどです。えー、それらの保有動物から、えー、直接人に、あるいは保有動物からサルを介して人に感染します。はい どういう症状なんですかねこれね。症状がちょっと気になりますね。えー、っと、症状、ちょっと調べてみますね。サル痘の症状、これヨーロッパで流行って、あ、サル痘に感染してから5月から21、あ、5日から21日間が、えー、潜伏期間を経て、発熱、強い頭痛、リンパ節の腫れ、えー、っと、筋肉痛、強い、えー、だるさで発症します。発症から1日から3日後には、水膨れや顔に不出現し、やがて全身に広がります。 えっと、水泡はえ水ぶくれはえ顔以外では特に手のひらや足の裏にできやすく口の粘膜や目え生殖器にも出現しますということですねあなるほど結構じゃあこれは僕の想像とは違いますけどこれはヨーロッパで流行ってるんですね今ねはいあ本当だサル痘米国でも感染確認だって書いてありますねこれちょっと怖いですねうんえー、っと なるほど。なるほど。これ結構これ、えー、ちょっと怖い感じですね。うん。人から人への感染報告例が。えー、ってことは人から人への感染もするのかな。うん。いや、ちょっと怖いですね、これ。はい。ありがとうございます。気をつけて、気をつけていこうかなと思います。友達にも聞いてみますね。うん。え、はい、草薙24さん、どうもです。えー、先日、秋篠宮さまが岐阜県にある薬博物館に来場されました。 博物館の外のお庭にはイングリッシュガーデン風にお花や植物が植えられていて、今はフェンスに巡らされたバラも咲いていとても癒されます。秋篠宮様もご覧になられたでしょうか？一目お目にかかりたかったんですが、警備の方くらいしか見られませんでした。ということですね。うん、薬の博物館っていうのをちょっと初めて知りましたね。これは薬が展示されているっていう感じですかね？うん。 まあそんな感じで、き綺麗なお花をまあご覧になったということで、素晴らしいなというふうに僕は思います。はいは。まあ、そういう感じで、今日は終わりなんですが、ちょっと病気の件がちょっと怖いですね。うん。あと、まあ、家にちょっとね、お化けがいる可能性もあるんで、まあ、それもちょっと確認していきたいと思います。多分ね、教えてくれない気がするんですけど、もしかしたら、まあ、孤独死したりとかね。 まあなんか寂しい方がまあ以前住まれていたのかなっていう感じがありますよね。うんはい、確認していきたいと思いますね。ありがとう,ありがとうございました。以上です。